ショータイム二等辺の友人屋です。ティー隊長です。隊長でございます。今日はこちらカーシー博士のセルフヘルプ術、はい、プリズアンダーソンドミート、はい、省略します、はい、で今日前が、うん、ESTP 型、うん、外交感覚思考認知だったので、うん、今回はじゃあそれが内向的だったら、うんうん、っていうところで、うん、ISTP 型、うん、神様で言うと、SP 型なので、うん、ディオニソス、うん、酒の神バッカスでございます。酒の神バッカス、はい、自由奔放、うん、行動、うん、スリルの内向みたいな、うん、内向的なバッカスの紹介を、はい、と思ってます、はい、刺激と興奮を追い求める、うん、とあります、うん、規則に縛られぬ行動の人、うん、他の SP 型と同様に衝動的な性格を持つ ISTP 型の人生はさまざまなアクションであふれている、うん、ISTP 型にとって衝動的に行動する方が何かの目的のために行動するよりも強い充実感があると、うん、なんでなんか味わってる感じはしますね、うんうん、目的のための行動ではなくて行動自体に方向性や目的があるのだと、うんうん、このタイプは平等主義者で、うん、同胞には強烈な忠誠を誓うが、うん、世の中の階級や権威は不必要だと考え、うん、目上の人には従わない、うん、規則は抗議するよりも無視する方だと、うん、このタイプは常に次の行動が起こせるような自由な自由を必要とする、うん、そして次の動きを巧みに決められる能力を持っていることを自分でも誇りにしていると、うん、で恐れを知らず興奮を求める、うん、ISTP 型は恐れを知らず時には自分を危機に陥れ負傷することも多々ある、うん、また運や確率の法則に逆らって自分自身や自分の腕前を勝負しようとする傾向もあると、うん、興奮や刺激に満ちた人生が好きでカーレースやスカイダイビングサーフィンなど激しい動きの中に興奮の材料を探さずにはいられない、うん、なるほど。またアクションへの要求も強いので、うん、物事にはすぐに退屈する、うん、もっと速いペースを求める、うん、自分が好んでやっていることであれば変化が起こらなくてもそこは退屈はしないと、うんうん、で道具や機械を扱う達人とあります、うん、ISTP 型は機械や道具を扱う際に特別な才能を示す、うん、その範囲は顕微鏡のサイズのドリルから高温のジェット機までさまざまな種類に及んでいる。このタイプはごく小さい頃から道具や機械に魅了され、うん、自分で操作してみないと気が済まない、うん、パイロットの多くは5歳の時からすでにパイロットになるつもりだったという、うん、解剖用のメスでもブルドーザーでも自信を持って精密に器具が操作されている場合は ISTP 型が操作していることが多い。他のタイプももちろん機械の操作はできるがこれほど自由自在に扱える達人はめったにいないだろう、うん、しかしミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチのようなこのタイプは自分の衝動のままに道具を使うだけでスケジュールに従って行うわけではない、うん、よそから頼まれたスケジュールが自らの欲求と一致しない場合はスケジュールが無視される。エニアグラムでいうとタイプ8とか8、うん、4とかその辺な感じは強い、うん、強い意志があって、うん、従わない従わない従わないって言ってますからね。従わないって言ってますよ、うん、目上の人に従わない規則は抗議じゃなくて無視、うんうんうん、ないで私のやりたいことをやる、うん、っていうタイプですね、うん、この SJ からすると、うん、もう本当にそういうのは羨ましいと思ってしまう、うんうん、その強さが、うん、羨ましいけどですよね。やっぱりいろいろ時代時代で生きにくい生きやすいはあるでしょうし、で武器への憧れ、うん、ISTP 型にとって特別に魅力的な道具は武器である理由は何であれ、うん、一度このタイプが
社会を敵に回すと、うん、必殺的な才能で武器を行使し社会に対する拒絶を表現しようとする現代のマフィア、アメリカ西部開拓時代のガンマンや18世紀ヨーロッパの血統家などは殺人の正確さにおいては名人だと言われている。皆自分の武勇を誇りに持っている人々だ、うんうん、そして現代社会においてこれらの人々と対決するのは兵士、保安官、警察、秘密警察といった同じ種類の人間といえる正義の味方、うん、武器を扱う専門家が全員 ISTP 型というわけではないが正義のためか悪意のためかは別にして武器の達人にこのタイプが多い。なんでこの両極で戦っている人たちは同じタイプかもしれないっていう僕もなんでその傭兵っているじゃないですか、うんはいはいはい、なんで傭兵になりたいんだろうって思ったりするんですよねああでも分かります。あ僕の気持ちがなんで傭兵を選ぶのか。そうこんな職業選択の自由の中で、うんうんうん、あそこを選ぶ必要ないですもんね。そうなんか僕はどうしてもやっぱりその言葉で話し合えば解決できるだろう、うんうんうん、もしくはその軍備っていうのは、うん、要は何て言うんだろう攻撃されないためにこれだけの武器があるよ、うん、だから戦わせるためじゃないんです、うん、威嚇のため、うん、戦わないための武器なんですね、うんうん、だからそうあの軍隊とかはまだ分かる、自衛隊とか、だから僕もそれは分かるんですよ。だから自衛隊に入る気持ちは分かるんですよ、うん、国を守らなきゃっていう使命感は分かったりするんですけど、うんうんうん、傭兵とかになると武器を実際に使う人じゃないですか。雇われて戦いに行きたい人ですよ、ね、はい、そこがそうだからその辺の気持ちは若干分からないと思ったりします。で同じ趣味を持つ仲間を作る、うん、ISTP 型はただそういう気持ちだからという理由で衝動的にことを起こす、うん、例えば資本家が会計検査の真っ最中に突然ハンティングに出かけたりするように、うん、このタイプがスリルと興奮を求める思考には終わりがない。うんうん、あなるほど。結構スリルとかを、うん、求める、興奮とかをそういうとこに求めるんですね。だから目的のための行動じゃなくて多分スリルを味わうための行動、行動のためのそう行動自体に、うん、スリルを求めてる。あなるほどね、うん、で仕事では一匹狼のように見えるが、うん、遊びでは同じような仲間と一緒に行動することが多い、うん、登山家、レーサー、飛行家、うん、ハンターなど動きのあることが好きな人は、うん、一般的に仲間同士でいるようだ。会話はあまりなくても道具を通して友情が作られるのである。あなんかちょっと今レーサーの気持ちが、あなんで僕もそのレーサーとかってどういう人がなるんだろうと思ってたんですね、うん、多分こういうタイプですよね、うんうん、使いこなすそう、うん、でスリルとか興奮、うん、そのレーサーって内向的なんていうの外向的内向的で言うと、うん、ああ内向な感じはしますよ、ね、しますよね、うん、と思って、うん、あなるほどああいう人たちかちょっと今理解が深まりました、うん、で口下手だが行動を通して自己表現 ISFP 内向感覚感情認知の人と同様に、うんISTP 型は行動を通して自己を表現し会話能力を向上させることには関心を示さない。このコミュニケーションへの無関心のために医療や教育関係者から学習障害や読書障害などととんでもない誤解をされることが多いと。どんなに複雑でパワフルな機械でもISTP 型をその前に連れていけば、うん、他の誰よりも早く学習し、うん、その機能を語る語尾が優れているのは一目瞭然であると、うん、なんで好き嫌いがはっきりしていて、うん、好きなことだったら、うん、もうパッと やり始めて、うん、スルッと理解して綺麗に機能を説明できる、うんうん、が嫌いな本だったら読まない、うん、読まない興味がない興味がないって、うん、反抗する、うんうん、なるほど。で戦闘集団の優秀なリーダー、あーなるほど、なるほど、あいつですね、あいつ、あの巨人のやつの、あーリーダー、ちょっと今名前がパッと出てきませんけど、寡黙だけどって、あの人、わかります、わかります、はい、このタイプは平和主義、
不服従心、うん、自由への愛を持っているにもかかわらず優れた指導者になり得る。だがそれは必ず最前線で剣を取って指揮するスタイルでなくてはならない、うん、土方ですね、うん、指揮下勢力の大小にかかわらず、うん、非常に優秀な戦闘のリーダーになる素質を持っているのであると、うん、究極の現実主義、抜群の時間感覚、便宜主義に生きるこのタイプは決定的瞬間を逃さず持てる武器、持てる装備、それは自分も他人も完全に理解し、うん、敵の不備やミスをついて勝利を手にする、うん、このタイプはほとんど芸術とも言えるほど特殊な知性に基づいた合理的なリーダーシップを発揮できる、うん、このタイプの戦闘リーダーにとって戦いとはまさに芸術でありあ知的なゲームなのであると、うん、それは NT 型直感で思考が得意とする戦略のセンス、うん、いやプロメテウス型とは違って、うん、手元にあるものでは何でも使って、うん、少ない負傷で済ませる実用的な戦いのセンスだと、うん、第二次世界大戦でのアメリカ戦車軍団の指揮者パットン将軍はまさにそのようなリーダーであり、パットンの反抗的で衝動的でこれ見よがし的な外面の下に隠されていた素晴らしい戦士の性格を見出したマーシャル参謀総長、うん、NTJ 型戦略家もまた大した人、これまあアメリカの本なので、うん、でまた南北戦争でシェリダン将軍、うん、STP 型を起用した北軍のグラント将軍、うん、NTJ 型、うん、なるほど。なんでやっぱりプロメテウスが SP 型を理解して採用するみたいな、で自由にやりなさいみたいな、で砂漠のロンメル将軍、うん、ISTP 型を起用したヒトラー、うん、ENFJ 型にも同じことが言えるだろうと、うん、で栄光の美学、うん、栄光といういわば時代遅れのコンセプトを誰よりも理解しているのは ISTP 型だろうと、うん、戦場には栄光がある、うん、そこには必殺の技が肯定的に認められる場所だからだと、うん、7人の侍や決闘家は時代を超えてその栄光を称えられている。自分の本質が試される死をかけた決闘の場には栄光があるのだ。ロバート・レッドフォード主演の映画華麗なる飛行機野郎にはこのことが指摘に描かれている、うん、でまあ、ボクサーとか、うん、まあ、そういう、そう、そんな感じですね。そんな感じがしますね、うん、学校向きではない職人芸、ISTP 型の教育と知性についても特筆しておく必要があると、うん、職人芸的な知力を持つこのタイプは20世紀の学校教育の主たるものである読み書きや科学などの科目には関心を持たない。ああ、なるほど、うん、授業には飽きやすく、うん、学ぼうとする努力もしない、うんうん、教師の目を冷ややかに見つめるだけで、うん、ノーという意思表示さえしない、うん、なだめすかそうがどうしようが、うん、買収や褒美、罰や脅しによっても、うん、このタイプに学校の勉強をさせることはできないだろうと、うん、なるほど。学校教育とは ISTP 型の才能を生かす場所ではないと、うん、ISTP 型は常に今やっていることにそれだけの意味があるかをいつも問い、つまらないことは我慢しない。しかしたとえ学校でも自分の知力と肝を胆を試されるようなところであれば自主的に行くだろうと、こう個人攻撃や薬の力でこのタイプを変えようとすれば自尊心を壊してしまうだけ。学校においてこのタイプには工具などを中心にしたカリキュラムを与え、その作業の手際の良さを指導することが最良の方法だろうと、うん、欲求は単純で気前がいいよと、うん、この ISTP 型は他の SP 型と共通している性格をいくつか持っている、うん、兄弟愛が強くて同格の相手は尊重し、責任や義務などを嫌い、うん、欲求は単純、信頼でき、自応力もあって気前もいいと、うん、でやっぱりその、まあ、ボクサー、格闘家、なんかそういう、まあ、レース、さっきのレーサーとか、別に本当その世界って、うん、勉学って
そう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 。そん必要とされない。必要とされないっていうタイプ。はい、まあ本当に武器を使う仕事はそうそうないですからね。この時代では。でもまあそういう、うん、なんて言うんでしょう。体験型の職業はたくさんあるよって話ですね。前々回の SJ 型と比べて、この時間の違いよと。時間の違い。10分ぐらいでしたっけ。前10分ぐらい。やっぱ語ることが多い SP 型ですねと。ちょっと変わってるんです。はい。うん、というところでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。